今日は紙飛行機を作っていきたいと思います。市販の折り紙で皆さんは大丈夫なんですが、今日は説明をするので大きな折り紙を用意してみました。では早速折っていきたいと思います。まず半分に折ります。三角に折っていきます。片方も同じです。こんな風に折れました。今度またこちらの方にも折っていきたいと思います。角と角をしっかり合わせて折っていきます。こんな感じになります。ただ3センチ先を3センチほど中に内側に折っていきます。ただここを半分に折ります。そしたら翼を折っていきたいと思います。これで飛行機が出来上がりました。今度は発射台を折っていきたいと思います。発射台も普通の折り紙で大丈夫です。半分に折ります。これをもう一度半分に折ります。反対側も同じです。こんな風に折ることができました。これをもう一度上に打ち上げます。反対側も同じです。ここに開いてもらって輪ゴムを留めます。またいで押し付けて留めていきたいと思います。こんな形になります。で、普通の折り紙で折るとこんな形になります。引っ掛けていただいて、先ほど折ったサイズの折り紙で折ったものです。これで輪します。以上です。